生きるってのは大変だよな。ほんと大変だよ。それを受けて日本では警察が人間と同じように取り調べるんです。人工知能を？そうっす。被疑者の過失調べて、実況見分調書書いて、警察法に従って送検してくるんで、あとはうちの仕事になります。でも、公判なんてできないから、嫌疑はあるけど、起訴しないって。何してるんです？え？うち来ませんか？帰るよ。キスしてください。勉強でもしとけ。何かの役に立つかもな。はい。あ、でも。いや、俺にはもう必要ねえんだ。